これが朝入れです。3代目になるんですよ。あ、3代目さんですか。はい、でもう、はい、祖父がもう亡くなってしまいましたし、はい、祖父が東京出てきてここで、コーヒー屋さんを始めたんで、あちらはあのコーヒーをあの入る機械ですよね、はい、あれは大体何日、まあ、大量にいられるんでしょうけども、はい、どれぐらいに1回の割合であれを使われるんですか。まあ、2日に1回ぐらいですかね、今は。もともとは30キロの釜なんですけど、だいたい15キロぐらい1回で焼くのが。でも結構煙出て、匂いもするんでね、あ、多分近くの人は、あ、今日豆焼いてんなと、で買いに行こうかなっていう方もいます、近い方は。でしたら外まで匂いがこう漂ってくるとか、そういう。そうです、もう外に煙突ボーンって立ってるんで、そこから全部出しちゃってるんで。の一番おすすめと、ね、こだわりとかそういうのございますか。味にしては、やっぱり缶コーヒーとかね、先ほども深入りのやつ、やっぱり苦味が多いんですけど、ちょっとかなりうちのやつは酸味が強いんですよ。それが売りなんで、その酸味、コーヒーの酸味を楽しんでいただくと思います。だからお客さんなんかでは、僕がここを始めたとか入った時に、あの自分でね、あとこれ全部昔からのブレンドなんですけど、あの僕が勝手に作ったブレンドを作って、それをその神保町ブレンドにしろとかっていうぐらい、皆さんもそういう方が多いんで、そういうのは大事にしたいですね。神保町の有名なそのレトロ系の喫茶店にもおろしてらっしゃる。今はその、あそこにエリカさんでおろしてますか。あれが神保町に昔は3店舗4店舗あったんですけど、みんなマスターになくなっちゃって、今あそこで1店舗なんですけど、あそこは今でもうちでやらせてもらってます。4つでいい、あ、4ついいか、うん、28年ぐらいからかな、昭和ね、うん、先代には随分お世話になりました。もうここ出す時なんかはね、これはまだ次に買ったんだけど、やっぱ新しいセコのやつ、チューブ炉があったんで、それを貸していただいて、あと自転車も使ってないやつがあるから使ってっつってもらって、うんまあ信頼関係っていうのかな、よく言えばね、うん、それで自家焙煎もやるようになって、やっぱりロスが出るから倉木さんでまだ頼もうっつって倉木さんでお願いしたっていきさつもあります。でも大変ですよ、あの焼くと、特にあのアイスコーヒーのローストやるときはもうね、最初のうちはまあちょうどいいのが出るんだけど、奥になるともう火のつきそうな真っ黒のが出てくるからね、うん、それで大きいロースターでやるとムラなくできるわけ。トースト2人前、はい、昔ってここら辺って喫茶店いっぱいありました。どれくらいあったんですか、喫茶店、うん、ああ。ほとんどここら辺喫茶店です。まあ何軒ぐらいっつうか、まあざっとだと1、2、3、4、5、6、羽尾友さんとこもあったし、まあ7軒ぐらいかな、この一角だけでね、うん、ベローチとかそういうドトールがなかった頃だから、うん、だから出前も結構あったしね、うん、俗に足で稼ぐっつう
本当に今が一番悪い時期なんじゃないかぐらいちょっと今厳しいんですけど、先ほどのね、後取りじゃないですけど、ああいうちっちゃな喫茶店さんがやっぱりどん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 やめられちゃったので、うん、今は20軒あるかないかぐらいなんですよ、卸してるところは。昔はやっぱり3倍4倍ありましたんで、その辺はきつい、厳しいですね。でやっぱ先ほど言った通り、やっぱし、まあ少ないですけど、うちのコーヒーが好きだっていう、ね、お客さんがいるので、なんとか頑張ってるって感じですね。ここはここでね、もちろんこのまんまのスタイルを残して、はい、やっていきたいですし、 できれば昔の本当に純喫茶みたいなお店を何軒か自分でやれればなとは思ってます。で、それがまたそのブームになっていくとか、そういう感じを考えてます。こういう先輩方に言われたんですけど、はい、茶道とかいろいろあるじゃないですか、はい、もうコーヒー道っていうのをね、なんかもう自分たちで作っていこうと。あっていいですね。お店もね、含めて、はいはいはい、そのお店を作って、はい、そこでそういう会話をしてコーヒーを飲むと、はいはい、そういうのを自分たちで作っていったらいいなっていう話を昔しましたね。ご自分でそういう純喫茶みたいなのをやりたいですね。やりたい。あ、はい、そうですか。あ、でもっともっと人に、ね、飲んでいただいて、で最終的にはまたじゃあうちにコーヒーを買いに来るとっていうのが一番の理想ですね。